はい、3つご用意させていただきました。チームメイトが暴露してくれました。まず1つ目こちら、はい、お女子力嬉しい超高めということで、はい、どうですか女子力。まあちょっと気にしてはいます。ちゃんと、まあ、日焼け止めもそうですけど、まあそうですね。ファッションとかどうですか。ファッションはまあでもいつも結構、まあ、サッカーしてるので、私結構スカートとかそういう服の方が多いですかね。けどなんかすごい嬉しい。結構ですね、チームメイトからもまず松原姉妹、ね、仲良しじゃないですか、ね、怖い怖い怖い。あの妹のゆなさんからですね、はい、まあ本当に女子力がめちゃくちゃ高くて料理がとにかく上手。餃子はしっかりと皮から作り、カレーは粉から、ベーグルも作れる。すごい。まあなんかちょっとなんか揚げてもらってちょっとなんか作りづらい。絶対にモテますと。ベーグルってそんな作るの。確かになかなか家で作らないですよね。でも材料はなんかそんなに揃えなくていいったらあれですけど。なんか普通のパンよりかは多分作りやすいとは思います。パン作る人います？なかなかいないじゃないですか。で、2つ目こちらです。じゃん、鮭の使い方がスペシャリストということで、やはりこう広島ね、うん、ということなので普段から方言って結構出ますか？出ます。その鮭じゃなくて鮭んって上に上がるらしいんですよ。ジャケン、ジャケン、うん、何何ジャケンって。いやなんかちょっとおかしいですよね。それがおかしい。めちゃくちゃ可愛いから羨ましいっていう話を。へえ。何？川島選手から見てもジャケン、うんって言ってる。それはちょっと知らなかったです。あ、知らないところ。はい、聞きたいですね。ジャケン、ジャケンって何何ジャケン。ちょっと広島弁出てます？あ、広島弁は出てます。めちゃくちゃ出てます。ジャケンは、ジャケとかはめっちゃ出てますよ。おでもジャケ、うんが分かんない。これでもそういうグッズ出る可能性ありますね。あります。佐山選手、ジャケ、うんみたいな。いや改めて聞いたら確かに変ですね。変ですね。意外とこう細かいところも選手のチームメイト見てました。じゃん、おしゃれ、お上級者。嬉しい、それは。めっちゃ佐山選手がうなずいて。本当に、うん、おしゃれ、嬉しいです。こちらですね、まあ本当にとにかくおしゃれ、うん、で、まあ憧れる部分が多いので家の、まあ、置いてあるものであったり、観葉植物などをもうみんな真似してると。インテリアとか、はい、そういう、はい、結構こだわってらっしゃるんですか？うん、好きなものを置くようにはしてます。はい、今一番好きなアイテムは？アイテム置いてるものでライト。ライト、照明ですか？間接照明みたいな。上の普通のライトです。間接照明、普通のライト。取るってこと？オシャレのやつ。室内灯ってことですね。室内灯です。それはあれですか、インテリアショップで買ったライトなんですか？そうです、はい。ちょっとなんか見てみたい、見てみたいというか。結構シンプルですか部屋は？結構シンプルです。物はあんまりごちゃごちゃ？全然ないです。一応あの木崎選手からはですね、一応なんかシンプルな部屋ですとおっしゃってましたけど、はい、もう至る所に草がある森みたいと。草って言い方っていう言い方。森みたいな部屋って言って草が生えてんだ。植物じゃなくて草が生えてる。でも確かに家に来た時に第一声目が森だねみたいな。すごいな、ジブリ的な感じなんかもみたいな感じかもしれませんね。